Please log in. Administrator. Initializing. Okay. Welcome back, Doctor. 今回の動画では近日中に実装される新たな統合戦略テーマ、統合戦略ナンバー4、探索者の銀氷極地の紹介及び解説を行っていきます。今回の統合戦略はティフォンが実装されたオムニバスのストーリーと直接的なつながりがある内容で、サーミ北部に広がる表現を探索していくという内容となっています。基本的な進め方はこれまでの統合戦略のものを踏襲していますが、一部システムは変更が加えられているので、今回の動画では変更が加えられた点を中心に紹介をしていきます。一つ目の変更点は難易度、統合戦略3では難易度0の下にいわゆるイージーモードが存在しましたが、今回の統合戦略ではイージーモードは消滅し、難易度0が初心者モード、難易度1がイージーモードに該当する難易度になり、難易度2からが通常モード、難易度11からがハードモード扱いとなります。なので、今回の統合戦略で全ての勲章を集めるには、難易度10までクリアする必要があります。これに合わせて、濃度を解放することで永続的なバフが得られる文化比較には、特定の難易度以上に挑むことで効果が発揮する濃度も追加されます。例えば現在画面に映し出されている巨大な濃度は、難易度6以上に挑むことで、オペレーターの攻撃力プラス 3%、特定の濃度に派遣したオペレーターが持ち帰る原石水の数が2から5個増加、商人の商品棚に並ぶ商品が2つ追加されます。分体は研究分体が削除され、新たに4つの分体が追加されました。新たに追加された分体は、終わりなき仮部隊、生活至上部隊、科学主義部隊、特訓分隊の4つ。上3つは今回の統合戦略専用の分隊、特訓分隊は科学分隊を調整した分隊となっています。なお、初期から解放されている分隊は指揮分隊のみ、それ以外の分隊は全て条件を達成して解放する必要があります。それでは実際に探索を開始していきましょう。なお、探索前の分隊選択やオペレーター雇用などの部分に変更はありません。探索中、新たな層に入ったタイミングでサイクロプスが先を見通し、攻術する崩壊値によって、様々な効果を発生させます。崩壊値が2以下であれば暗号版という新たな要素を告知、その層を突破する際に、告知された暗号版を入手でき、崩壊値の値が3以上であれば暗号版は予告されずに、次に発生する崩壊パラダイムという、統合戦略3の大群の呼び声のような、デバフの発生及び進化が予告されます。今回の統合戦略では、岩礁防止指数という数値が存在し、この数値が高ければ高いほど、遠くの濃度を見渡すことができ、低ければ低いほど近くの濃度しか内容が確認できなくなります。例えるならば、きちんとした観測設備があるのならば、吹雪の中でも遠くの状況を確認できますが、観測設備を整えていないのであれば、自分のいる場所がどこなのかすらわからない感じです。現在表示されている画面の岩礁防止指数は3。この状態だと、自身がいる濃度と次の濃度の内容は確認できるものの、それ以降の濃度は、戦闘があるかないかでしか確認できない状態となります。つまり、戦闘濃度が通常作戦なのか緊急作戦なのかがわからないという状況です。岩礁防止指数は様々なイベントなどで増減、数値は基本的に0から6まで存在し、0になると、自身のいる濃度すら内容がわからなくなる一方で、基本的な最大値である6まで強化をすれば、その層の全ての濃度の種類が確認できるだけでなく、例えば、商人であれば何が売っているのかを確認することができたり、イベントであれば何を報酬として得られるのかなどを確認することが可能になります。なお、数値は先述した通り、基本的には6が最高にはなりますが、特定の秘宝を所持することで6以上にすることも可能、その際は秘宝の効果で味方のステータスが強化されることになります。岩礁防止指数は、視界の確保の他にも上下の濃度に移動する際にも使用。前回の統合戦略では貴重なアイテムである鍵が必要でしたが、今回は比較的手軽に手に入る岩礁防止指数で移動が可能なので、将棋ルートがある時に緊急作戦に挑みたくない時などは、比較的手軽に回避することが可能になりました。また、大果てな層、統合戦略3で優位強の入り口に必要なポイントも岩礁防止指数なので、こちらにも比較的手軽に挑めるようになっています。続いて崩壊地と崩壊パラダイムについて紹介。こちらについてはシステム自体は前回の統合戦略の統括地と大群の呼び声に近いものがあり、崩壊地は統括地、崩壊パラダイムが大群の呼び声に該当します。崩壊地にはレベルが0から8まで存在、0が最も安全で8が最も危険な数値となります。レベルは崩壊地が一定数溜まることで上昇、映像内だと12分の10となっており、崩壊地が後に溜まると、崩壊レベルは1から2に上昇し、崩壊パラダイムが発生する可能性が上昇します。崩壊地は、様々なイベントや秘宝の効果、戦闘での耐久値減少、外装を進むなどで上昇し、
暗号版や秘宝を用いることで下げることが可能です。前回の大群の呼び声はバフとデバフがついになったような効果でしたが、今回の崩壊パラダイムは全てがデバフ効果となっており、冷蔵内であれば商人のアイテムの販売価格が 25% 上昇と所持コストの自然回復速度 25% 減少の崩壊パラダイムが発生しています。さらに崩壊パラダイムは崩壊レベルが高ければ高いほど進化、つまり悪化しやすく、崩壊レベルが高い状態でサイクロプスの先見などを受けた時などは進化してしまいます。進化すると、例えば商人であれば販売価格が 50% 上昇、レアアイテムは 100% 上昇と大幅に値段が上がってしまったり、所持コストの自然回復速度の減少値が 20% から 40% になったりと、ほとんどの崩壊パラダイムによるデバフ効果は2倍の効果となってしまいます。なので崩壊パラダイムはよほどのことがない限りは発生させないのがよし、仮に発生してしまった場合でも崩壊レベルを下げた時などに解除されることがあるので、崩壊レベルは可能な限り低くなるように探索を行っていきましょう。続いて新たなシステムである暗号版を紹介。こちらは端的に言うと、プレイヤーが暗号版というアイテムを用いてマップに干渉することができるというシステム。暗号版は先ほど紹介したサイクロプスの先見や様々なイベント、戦闘ステージクリアなどで入手することができ、2つの暗号版を組み合わせて使用することで様々な効果をノードに付与することができます。暗号版には大まかに2つの種類があり、1つはレイアウト、もう1つはモチーフ。それぞれには4種類の暗号版と習字が存在し、暗号版の色はどのノードに対して影響を及ぼすかを表します。レイアウトはどのノードで暗号版の効果を受けるか、つまりノードの指定を。モチーフはレイアウトで選択したノードに移動した時にどのような効果を受けるか、つまり効果の指定を行います。例えばレイアウトに右側の隣接する全ての戦闘ノードを指定する暗号版を選択し、モチーフにノードで戦闘時味方全員の攻撃速度プラス50の暗号版を選択します。これにより選択したノードには味方全員の攻撃速度プラス50のバフ効果が付与され、同じ色の暗号版を組み合わせたのでモチーフの強固の効果も発動、投資工業ドローン出現の効果も合わせて発動することになります。なおこの暗号版を宣言するときに挑んでいる難易度が3以上なのであれば、一定確率で様々な効果を持つ習字が付与されることになります。なので習字に関してはつけばラッキー程度の認識で構いません。実際に暗号版を宣言している様子がこちら。レイアウトには非戦闘ノード1箇所を選択できる暗号版を選択し、モチーフには選択したノードを安全な片隅に変更する暗号版を選択。この場合レイアウトとモチーフは種類は違いますが、条件は矛盾していないので発動は可能。ただしモチーフの強固の効果であるノード通過時耐久値を2獲得する効果は発動しません。ご覧の通り選択した右端にあるノードは暗号版によって安全な片隅のノードに変化しました。なおノードには複数の効果を積み重ねることが可能、複数の報酬を積み重ねることもできるので、例えばボスステージでは大量の暗号版を用いて味方を大きく強化するといったことも可能です。また暗号版は使用するたびに崩壊値を1下げてくれるので、崩壊パラダイムへの抑止力にもなってくれます。暗号版が敵になるということはまずないので、うまく活用していきましょう。この他の変更点としては、今回の動き出した宝箱は防衛ラインを突破すると耐久値がマイナスにされるようになりました。倒せないのであれば攻撃しないような陣形を作る必要ができたというわけです。統合戦略3の認知形成に相当する工場強化システムである文化比較については大きなシステムの変化はありません。基本的には統合戦略のリザルトで入手できるポイントを消費してノードを解放していく形式です。ただし映像に映っている大ノードは先述した通り特定の難易度以上でのみ効果が発揮します。また大ノードの解放にはポイントは必要なく、前提となる接続元のノードを解放すれば自動で解放される仕組みです。探索者アーカイブはこれまでの月次招待や追憶映写に相当するモードで、月ごとに設定されたオペレーター1人と特定の秘宝を所持して挑戦するモード。基本的な流れに関しては統合戦略3の追憶映写と流れは全く同じなので説明は省略します。毎月更新される依頼版に関しても特に変更はなし、依頼版の内容を達成することでポイントを入手することができます。探索中に確認したイベントスチルや秘宝、エンディング、BGM、各種暗号版などはドムヤ博物館より確認することができます。ネタバレの宝庫なのでこちらも説明は省略。統合戦略3からの変更を大まかにまとめたのが上記の通り、統合戦略2から3ほどの大きな変更はなく、2から3ほど新しく覚えなければいけないということはない印象。不評だった鍵システムは廃止されたりと、全体的にシステムとしては改善されました。いつものことですが、今回に関してもプレイしていけば慣れることができるはずです。
最後に今回の投稿戦略で毎月追加されていく報酬を紹介。以上で統合戦略ナンバー4、探索者の銀氷極地の紹介及び解説を終わります。この動画が良ければ動画制作の励みになるので、チャンネル登録やグッドボタンを押していただけると幸いです。ご視聴ありがとうございました。